こちら、はい、ご無沙汰しております匿名広報です。お、ご無沙汰しております。お父さんへ。お父さん、しげるさんでした。覚えていますか？8年前の12月、あなたはナースの女性と横浜でクリスマスデートを楽しんでいましたね。あの時私があなたを尾行したり、母が我が家に家出をしたり、相手の病院にしたりと、かなり賑やかな師走を過ごしました。そんな時にあなたはただただテンパっていましたね。あれから8年、私は離婚してあなたにも随分とお世話になっているので、日頃の感謝を込めて言わせてください。待って、置いてかないで。おい、しげる、てめえ何やってんだ。昨日8年前に別れたはずのアッコちゃんからカニが送られてきた。しかもしげる宛てのカニ受け取ったのミエコだぞ。茅ヶ崎から送られてきてたけど、昨日は茅ヶ崎の隣駅で忘年会ってカレンダーに書いてた。お前また復活したな。昨日美恵子からずいぶん優しい声で報告の電話が来たけど、あれは完全にヤバいモード。もう怒りモードの上だ。直接言うとテンパっちゃうだろうから、ラジオを通して伝えてやった。どうだ、いい娘だろ。そんなわけだから茂るよ、健闘を祈る。あー、もう師走なのにね。ただでさえ忙しいのに。 PS、 ついうっかりして宅急便に書かれてたフェイクの住所じゃなくて本当の女の住所をサンタさんに教えたら、クリスマスに20万円くれるって。ついうっかりね。ああ、本当に届いてる。おかしい。商品明細書が届いてるんだけど、ああ、ほら。やだよ、おかしいな。しげるさん、いやだ。いや、アトラクションみたいですね、この方々の家族は、ね。え、でも茅ヶ崎の泊まり駅で忘年会は関係ないでしょ。アッコちゃん関係ないかな、まあ、忘年会が本当にあったかもちょっと定かだしね。いろんなものが信じられない。え、でもカニいいね。カニ食べたいな。無理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 、もうダメ、もうダメか。無理無理、もうダメか。カニでもごまかせないものが唯一これ。あ、カニは大体のね、ワインペンカとかもごまかせるけど、マリ、カニは幸せしか運んでこないと思ったら。そうよ、そうよ。違うんだな、まさかのね。もうすごいね、最高だね、よその話だと。そうね、うん、ご家庭の話だと。優しい声で電話が来たっていうのが怖いね。怖いわ。赤身が届いてね。て忘年会もあったみたいで、うん、ね。リクエストをお届けします。リクエストはしげるが最近ご機嫌でよく口ずさんでいる曲です。ほん、マックス一緒に。違う、関係ないんだ、多分関係ないんだと思う。